おはようございます。受験生の皆さん、試験頑張ってきてください。来年度から着工ということが表明されております。午前5時46分ちょうどお知らせします。震源地は淡路島北部で、地震の規模を示すマグニチュードは 7.3。 阪神地域や淡路島の一部で震度7を観測する都市直下型地震が発生しました。サンテレビ社内の映像です。藤村アナウンサーととりあえず現状を知ろうと電話までたどり着こうとしております。サンテレビは放送機器が壊れましたが、放送局の心臓部分といわれるマスターが耐震補強で生き残っていました。今朝6時前、淡路島付近を中心に強い地震がありました。神戸の情報カメラも故障。しばらくは電話取材や会社にたどり着いた社員に被災状況を聞くことしかできませんでしたが、次第に現場の映像が届き始めます。ちょっと車で通るのが難しい。これは三宮の生の映像をご覧いただいています。三宮周辺の生の映像です。これが三宮センター街の入り口です。ご覧のように天井が垂れ下がっているという状況があります。神戸市内各所で大変な被害が起きています。先ほど撮影いたしました神戸市内各所、三宮を中心にした映像です。明治生命、明生ビルですね、ちょうど4階か5階部分のところで押しつぶされたような格好になっています。古い木造家屋の倒壊が目立ち、およそ25万棟の住宅が全壊または半壊しました。関連死を含めて死者は6434人、地震によって亡くなった5488人のうち8割が芦屋や窒息死でした。野口さん、はいはい。芦屋の自宅が全壊したサンテレビ記者から、生き埋めや死者が多数という深刻な電話リポートが伝えられます。事情はあると見られてますね。家屋の中から声が聞こえるとか、その家族の方が救助を頼むということで、警察と消防が一緒に行ってるんですけれども、うちもちょっと助けに来てくれと言ってられるんですけれども、対応はできないような状態ですね。その現場には火の手が迫っていました。長田区は空襲を受けたような跡の火災で、立っているマンションから180度どこを見渡しても火災が起こっています。震災では293件の火災が発生し、およそ84万平方メートルが焼けました。神戸市で焼失した6965棟のうち7割が長田区でした。人命救助が先か、火を消すのが先か、消防は選択を迫られ、優先度を決めて行動するしかありませんでした。炎症を防ごうと各地で住民たちによるバケツリレーが行われました。はい、消防が到着するまで警察官と住民が消火器だけで立ち向かっていました。
長田区の西市民病院前に来ております。長田区の西市民病院では病院の一部が倒壊し、市民の命を守る病院が救助を求める立場になりました。これもレスキュー隊員の方の話なんですが、侵入方法を今検討していると。で、侵入方法としてはですね、ベランダ伝いに入る方法と、その新館から旧館につながっている部分、これちょっと仕上げているんですが、そこを張って、レスキュー隊員の方が入っていくと。医療機関は野戦病院と化しました。走行しました。淡路島駐在のカメラマンが船で神戸に向かい、取材テープを届けに来ました。2階の家が上から、潰されたような感じになって、で1階の家でほとんど生き埋めになっていると。この家も2階部分 で1階になっているわけですね。その下に生き埋めに今なっているわけですわ。で、まあ、顔手だけが出てましてね。誰がどの部屋で寝ているかまで把握しているほど近所付き合いが深い地域だったため、淡路市では昼過ぎには生き埋めになった人が全員発見されました。今ですね、カメラがずっと火災現場に寄っていってますけども、ご覧の映像はですね、神戸市長田区三倉通りのですね、5丁目から6丁目にかけての火災現場の映像です。現場はですね、電線が焼け焦げたりですね、焼けただれて垂れ下がっております。そして、放水作業、消火作業がですね、懸命に続けられています。夜になっても神戸の街は燃え続け、鎮火まで2日かかりました。今朝の三宮周辺の模様です。ご覧のように火を焚いて暖を取ってらっしゃいます。激しい揺れから一夜明けました。今朝のまた今度は激しい、ずいぶん揺れますね。すごいですね、はい。まあ、なんかもライフラインが止まった被災地、時間が経つごとに全国から救援物資や応援が駆けつけます。こちらの画面、こちらの方にですね、救助工作車が映っているかと思うんですけれども、はい、こちらにありますのが大津とか湖南、甲賀から滋賀県ですね。そうですね、はい。で和歌山県だとか、兵庫県の淡路島の三原なんでしょうか、三宮に集合しては神戸市消防局の指示を受けて、それぞれ各地へ展開しています。なるほど。これは今日売り出すんですか？緊急にあれ今これ売り出すんですか？無料ですか？いや、わかりません。うちも、4時間か5時間並んだんですけども、今日は多分無理でしょうっていうんで諦めて帰ってきました。今並んでるのはね、水らしいですね。水ですか？はい、給水車が来るということで。電気、ガス、水道などサンテレビの特別番組は被害報道から被災者のための生活情報にシフトしました。それから大学受験の情報が入っています。兵庫県南部地震は入学試験の願書受付の真っ最中の大きな地震となってしまいました。現在ですね、運転されていない区間は、はい、JR 神戸線が甲子園口から西明石間、甲子園口から西明石間、はい、少しこれは数ヶ月単位での、復旧時間をいただかないかんだろうと。甲子園元町間、はい、向こう側線の全線が不通ということでよろしくございましょうか？はい、現在そのような状態です。はい、はいはい、大井から先元町まで、こちらの方は損傷具合が大変ひどい状態ですので、どのように、なるか分かりませんけれども、まず3ヶ月
以上はかかるだろうと。ただいま阪急電鉄の神戸線は、はい、梅田と西宮北口の間だけで運転しております、はい、できるとこからとにかく営業していこうと、はい、ルートがすでに開通しております。 JR、 阪急、阪神などがストップ。バスや船で神戸と大阪を往来しました。料金は大人が明日のためのですね、大切な情報を皆さんにお送りしております。ゆっくりとお伝えしますので、始発が神戸発です。神戸から大阪の天保山に向かうルートですが、8時5分の始発です。